今日は材料4つで作れるお豆腐のスフレチーズケーキを作りました。たまごさむれなゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日は材料4つで作れる豆腐のスフレチーズケーキを作りたいと思います。今回粉系は使いません。ホットケーキミックスとか小麦粉を使わずに作っていきたいと思います。作り方に関しては要所要所ポイントがあるので作りながら説明していきたいと思います。ということで本日も最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。はい、今日の材料はこちらです。クリームチーズ、絹豆腐、お砂糖、卵です。今日はこの4つの材料で作っていきます。はい、そうしましたら今日はねこちらの12センチの底抜けタイプのケーキ型を使っていきます。で、そうしましたらここにクッキングシートもしくはオーブンシートをそこに敷いて、側面にもねこうやって長方形の長さを切って、こんな感じでセットしておきます。で、今回ですねスフレチーズケーキ湯煎焼きするので、底抜けのタイプのものは湯煎焼きすると中に水が入ってしまうので、それを防ぐためにアルミホイルでこうやってね周りを覆っておきましょう。はい、でこんな感じで周りを覆って水が入ってこないようにセットしておきます。これを生地を作る前に作っておきましょう。はい、そうしましたらこちらのお豆腐少しだけ水切りしたいと思います。そうしましたらこの上にラップをして、ちょっと重めの器を上に置いて、このまま30分ぐらいね水切りします。はい、30分経ちました。このぐらいね水切りされてます。このぐらいです。はい、そうしましたらこちら水切りしたお豆腐です。これを泡立て器で潰して滑らかにします。はい、このぐらいね滑らかになれば OK です。で、最後にこちらこすので、今の段階だとちょっとまだザラッとしてる感じでも大丈夫です。はい、それでは卵を白身と黄身に分けます。大きいボウルの方に白身を加えます。はい、でこちら白身は使うまで冷凍庫で冷やしておきましょう。はい、こちらクリームチーズです。こちらクリーム状にするために練っていきます。冷蔵庫からすぐ出した場合は硬くてね練りづらいので、電子レンジ600ワットで30秒から40秒加熱して柔らかくします。もし常温に戻している状態で柔らかかったらこちらの工程は省いて大丈夫です。はい、加熱し終わりました。そうするとかなりね柔らかくなって、こんな感じでね、はい、柔らかくなってるのですごくね練りやすくなります。で、あまり加熱しすぎてしまうと溶けちゃうので、最初30秒加熱してまだちょっと硬い時はプラス10秒加熱してみてください。で、これでよく練りましょう。はい、こんな感じでクリーム状になれば OK です。こんな感じですね。先ほど滑らかにしておいたお豆腐にクリームチーズを入れます。この2つをよく練り合わせましょう。こんな感じでよく混ざり合いました。で、そうしましたらまだちょっとこのプツプツっとしている感じわかりますかね。この生地を一度こします。はい、ちょっと細かめのザルとかふるいですねを用意してここに入れます。で、そうしましたらこれをこしましょう。で、一度こうやってこしておくとすごく滑らかで口当たりの良いチーズケーキに仕上がります。で、もしミキサーでやる場合はこの工程全部省いてクリームチーズとお豆腐を一緒に攪拌して作ってください。そうするとねかなり時短になります。はい、こんな感じで一気にこう滑らかになりました。わかりますかね。はい、このぐらい滑らかにしてください。で、そうしましたらここに卵黄を加えます。で、卵黄はこしながら加えるようにしてください。こうやってこしながら入れると卵黄の膜とかを取り除くことができるので口当たりが良くなります。スイーツ作るときはねどうしてもこのこういうね膜とか体が入ってると口に残ったりするので、できるだけこすといいかなと思います。はい、こんな感じでねカラザみたいな膜が取れます。はい、そうしましたらこれをよく混ぜましょう。はい、こ
んな感じでしっかりと卵黄が混ざれば OK です。はい、そうしましたらこちら凍らせておいた卵白です。これをまず何も入れない状態で高速で30秒泡立てます。はい、このぐらいちょっと粗っぽい泡が立ちます。はい、そうしましたらこちらお砂糖を半分加えてください。で、これでまた泡立てます。で、柔らかい角がちょんと立つぐらいになったら OK です。そしたら残りの砂糖を加えて、で、最後低速で泡立てます。はい、柔らかめの角が立てば OK です。こんな感じでね、お辞儀するぐらいです。で、スフレチーズケーキを作るときはメレンゲは柔らかめに仕上げてください。目安としてはね、あとこんな感じでツヤが出ます。はい、そうしましたらこの2つの生地が出来上がった時点でオーブンを100度に予熱してください。はい、それではこの2つの生地を合わせていきます。で、まずメレンゲ1すくい入れて、これをよく混ぜます。1回目は2つの生地をよくなじませるようにしっかりと混ぜましょう。はい、で、2回目また1すくい加えて、で、2回目からはふんわりと混ぜていきます。泡を潰さないイメージですね。こう下からすくい上げるイメージで混ぜていきます。こうボールをこう回しながら混ぜると混ぜやすいです。はい、メレンゲの筋がなくなったら3回目もう全部入れます。で、これもふわっとすくい上げるように混ぜます。はい、ちょうど混ぜ終わった頃に余熱が終わりました。硬さ的にこのぐらいです。結構ね、柔らかいです。こんな感じです。はい、そうしましたら用意しておいた型に流し込みます。はい、で、この時点でまだ上がボコボコしてるので竹串などでくるくるっとやると表面が平らになります。はい、こんな感じで OK です。そうしましたら耐熱のお皿を用意してください。キッチンペーパー2枚ほど引きます。で、こうしておくとチーズケーキにゆっくりと熱が入るのでふっくらと柔らかい仕上がりになります。で、ここに型を置いて、今回湯煎焼きするのでぬるま湯を入れます。じゃあこちら天板の上に乗せます。で、この時のポイントなんですけど、下からの熱が熱いオーブンだと上が割れやすいので天板がね、2枚あれば2枚重ねてください。で、もし天板がない場合はお皿をもう1枚敷いて焼いてみてください。はい、時間が経ったら140度に温度を上げて15分焼いて仕上げます。そうしましたら扉を開けずに30分ほど置きましょう。はい、オーブンの中で粗熱を取りました。そうしましたらこのチーズケーキ柔らかいのでラップをして、で、このまま冷やしましょう。はい、こちら6時間冷やしました。はい、だいぶね、しっとりしております。そうしましたらこちら型から外します。ちょっと高さのあるカップを置いて、で、この上に型を乗せます。型を下に下げます。はい、そしたらこちら剥がします。はい、はい、そうしましたらトッピングで今回ね、きな粉をかけたいと思います。こちら分量外なのでお好みで大丈夫です。ということで完成しました。はい、こんな感じに仕上がってます。黒蜜をかけたバージョンですね。はい、はい、ということで早速いただきたいと思います。こちらですね、きな粉と黒蜜をトッピングしました。こちらはお好みで OK です。プルプルです。いただきます。口の中でとろけますね、これ。そしてきな粉と黒蜜すっごく合います。口の中に入れた瞬間にシュワッと溶けますね、これ。これね、ホットケーキミックスとか今日入れてないのでレアっぽい感じがすっごい美味しいです。きな粉だけもいただきます。
和風のチーズケーキっていう感じですね。すごく美味しいです。はい、ということで今日もすごく美味しく仕上がりました。今回のお豆腐スフレチーズケーキのポイントなんですけれども、お豆腐をしっかりとこして滑らかなお豆腐にするようにしてください。あとはですね、スフレチーズケーキを作るポイントとしては、メレンゲを泡立てすぎないのがポイントです。で、泡立てすぎるとこの上の表面が割れちゃったりとか、そういった原因になるので、泡立てすぎは注意してください。動画でご紹介したぐらいの柔らかい角が立つぐらいのメレンゲにしてください。そして焼く時のポイントなんですけれども、下からの熱が熱いとこの上が割れやすいので、天板を2枚重ねるか、もしくはお皿を1枚敷いてその上に耐熱皿を置いて焼いてみてください。ちょっと時間をかかるんですけど、低温でじっくり焼くことで表面も綺麗でしっとりとしたスフレチーズケーキを作ることができます。で、出来上がりなんですけれども、出来上がり30分は扉を開けずにそのまま置いてください。急に扉を開けて外に出しちゃうとしぼむ原因になってしまうので、冷めるとどうしても多少はしぼんでしまうんですけれども、大幅にしぼんでしまうのを防いでくれるので、ぜひね、こちらもやっていただけたらと思います。で、今回ですね、ホットケーキミックスとか小麦粉とか粉物を使っていないので、すごくね、レアっぽい感じのスフレチーズケーキになってます。もうちょっとねっとりした感じが好きな方は、ホットケーキミックスまたは小麦粉を大さじ1杯入れてみてください。そうするとだいぶ食感も変わってくるので、ぜひこちらも試してみてください。はい、ということで今日は材料4つで作れるお豆腐のスフレチーズケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな料理を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、Instagram、Facebook、TikTok、 こちらにもいろいろアップしているので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。